オスカー・シュレンマーは、ドイツの芸術家、彫刻家、デザイナー。バウハウスの教員。1923年にバウハウスシアターワークショップの造形主任として雇われる。彼の最も有名な作品は、トリア・ディッシェス・バレーである。1920年より9年間、バウハウスの教員として務め、主要なメンバーの一人として、 影響を与えたが、ナチスの台頭により彼の作品は、敗退的であるとみなされ、その職を解任させられている。ニューヨーク近代美術館に所蔵されている代表作、絵画、バウハウスの階段が示すように、20世紀前衛芸術を代表する芸術家であるオスカー・シュレンマーは、バイマルに創設された美術大学、バウハウスの中心的作家として、広く知られている。 初期の彫刻工房を主催しながら人体の動きや蘇生を分析し思考や感情に内在する原理を新しく捉え直した画期的な人間工学的授業、人間を行った。彼の作品の理論にあるものは純粋な抽象化の拒絶であり、それは人間性を残した抽象化かといって感情的な表現ではなく人間を物理的な側面から追求したデザインである。 最も有名な作品である、トリアディッシェス・バレーは1922年に、シュトゥットガルトで初演され、その後も話題を呼んだが、バウハウス閉鎖後は、1989年東西、ドイツの統合時に、バウハウスが再建された際、復元公演が取り行われている。トリアディッシェス・バレーは、彼が1916年から1921年にかけて完成させた作品で、 バレエといっても、ダンスクラシックの技法を用いているわけではなく、立方体、円錐、球体の3つの幾何学基本型が使われた独特のコスチュームをつけたダンサーが、まるでロボットのような、ぎこちないメカニックな動きをするようなタイプのものだったと、いうが、形態と色と光によって構成される新しい舞台空間を作り出した。トリアディックとは、三つ組の意味で、滑稽な場、双言な場、 幻想的な場の3場面を3人のダンサーが12通りのダンスを18種類の衣装をつけて踊ったという、とにかく3にこだわったものであったと言える。このトリアリシェスバレーは、バレーの概念を覆す、全く独創的な舞台芸術へと結実して、その結果、ワークショップの運営を通しても作品を残した。ワークショップは主に舞台工房を引き、人間を、 メインテーマに作品を制作した。1920年代、スピードのある都市や、機械の登場が人々に衝撃を与えその影響は、アートの世界にも及んでいった。シュレンマーの絵画や、舞台に登場する人間たちはまるで機械仕掛けの、ロボットのようにも見える。バイマル応用芸術アカデミーの壁が1930年に、ナチス州政権によって、大敗芸術として塗りつぶされたが、 1979年に復元された。また彫刻家であったオスカー・シュレンマーは、1920年から1929年まで、バウハウスで教鞭をとり、1923年からは、舞台工房を担当している。その間に、絵画理論をはじめ、劇場という総合的演技空間から、多くの視察を受けて、ダンスにおける抽象化の理論化を実践した。そこでは、 シュレンマー自身が、振付、衣装、舞台美術、音楽など、すべての創作と監修、統合を行った。シュレンマーのバレエに秘められている、未来へのメッセージ、その魅惑的な謎はいまだに解けてはいない。今日バウハウスを、機能主義一辺倒の生産工房として捉える、見方から離れて、ダダ的な、祝祭的な要素、シュルレアリズムへの影響や戦区、有機的で、そして、 何より地球環境的な芸術思考をバウハウスが持っていたことが注目されている。シュレンマーの舞台芸術論を中心に、モホリナギ演劇、サーカス、バラエティやファルカス・モルナールによる多数の図版を収め、バウハウスの舞台活動を知るためにも不可欠な文献である。ありがとうございます。